芸能生活50周年を記念いたしまして、大阪でもですねやることになりまして、そのやっぱ大阪といえば笑福亭鶴瓶さんに10月6日来ていただきます。でさらに、東京ですね、去年と同じく東京銀座博品館劇場でもトークライブを開催いたします。11月30日の13時の会がさらば青春の光。さらば青春の光はですね、五反田でやっている配信する、さらば青春の光のやつに一回出ましたね、東室君が、ゴルフの対決しました。 YouTube で一度 YouTube で、やらせていただいてね、結構仲がいいんで、で同じ五反田に事務所が、そうなんですよ、五反田家族ということでやりたいと思いますね。で17時の回ですね、夕方5時の回が浅田美代子さんこれちょっと私今ドキドキしてますでも浅田美代子さんのいろんな伝説を検証しようと思うんですけども、ご本人で覚えてないもん言われたらどうしようかなと思ってるんですけどもね、なんとか いろんな方法を駆使して、なんとか探っていきたいと思いますそしてなんと12月1日はですね、11時の回が関根麻里と K さんですね。とうとう身内を引っ張り出しました3人でトークをライブするのは初めてなのでね、ちょっと私も怖いんですけども、まあ、私に対するクレームが山のように出てくるんじゃないかと思っておりまして、まあマリと、まあ、K 君が来るってことは、はい、まあ、孫の面倒も見なきゃいけないんでうちの妻も会場に来てるんですよ。だからちょっとね、妻に聞かれるのまずいということでね、まあ他にもいろんな方が出る可能性もあります。いろいろね、いろいろ企画考えておりまして、はい、そして15時の回は明石家さんまさん。さんまさんはもうね、もう本当に50年来の付き合いですからね本当に。でまあ6年前にね、僕と井川がやっているゲスト関根勤 MC 井川、ゲスト関根勤という会がありまして、はい、それの10回目の記念に6年前にさんまさん来てくれました。へえ、わー楽でしたよずっと喋ってるからこっち聞いてないんだからいやー素晴らしかったねただまあ今も衰えてないんですよ、全然むしろねパワーアップしてるんですよ。だからこの回はな、あの安心ですね、すごいよねあの方は。僕が出会った芸能生活の中でも最もパワフルだね。だってさ、テレビ局の社長がもう年下なんですよさんまさんよりもね、もう10年ぐらい前から年下ぐらいだったんですよ、若い頃からさんまさんがやってる時から、まあ一緒に番組やってた人が出世して社長になるじゃないですか。だからさんまさん社長にもダメ出ししてるからいいとものディレクターがさんまさんすごいよな、たけしさんにもバンバン言うし、タモリさんにも文句言うし、うちの社長にもダメ出ししてる、あんな人いねえよって言って、挙句に萩本さんにもってことですか。そうなんですよ、萩本さん20分間叱ってましたその話を聞きますよ それの真相が知れるんです。もうすごいですよねそれと個人的なことなんですけども、50周年の記念で、まあ、あの新ラジオっていうのでね、井川君とやってるんですけども、まあ、井川が厳しいわけですよあいつは50周年で僕が、まあ、あのなんとか駆け抜けてここまで来たって言ったら、はい、なんでそんな安心してんだと。80歳の時の60周年記念で今の地位よりも高いところで迎えろって言うんですよ。でそのために何かチャレンジしてくださいよって言われるんで言われたんで、昔うちの7歳上の兄貴と小さい時に
食べ物があんまり昔ないじゃないですか、ね、美味しいものとかそんな高いから、はい、あの安いソーセージをね薄いソーセージをねあの醤油と水で5対5ぐらいにしてソーセージの醤油煮を作ってたんですよ、はい、でそのソーセージの醤油煮でそのご飯を食べますとですねしょっぱくて、はあ、薄いソーセージ1枚でね1膳食えるんですよご飯がでプラスこのソーセージを煮たこの煮汁に卵を落とすんですね、はい、で半熟にするわけです、はい、そうするとソーセージと醤油の香りが卵にこう入りましたよ、ねでそんな話してたら、はい、60周年向けての第一弾がソーセージの醤油煮を入れたハンバーガーを販売しようとオリジナルのオリジナルので新ラジオでやったんですよ、はい、お店のプロの方が来てきて、ね、いろんな食材を用意していただいて、はい、それからあのソースとか全部用意していただいてで僕にそのどれを挟むか言ってくれとあ試食じゃないですけど、それでまあチーズ入れたいですよね、はいはい、でまあ もちろんこの肉ですよねレタス入れて卵も入れたいと、はい、でソーセージの醤油にこう乗っけて、まあ、プロがね作るとねそのソーセージの醤油煮がね、ちょうどいいこう何ていうんですかしょっぱさになるんですよ。そのいいアクセント。そうそうそう。それで僕が選んだのが、はい、照り焼きソースとそれから普通のマヨネーズだとちょっと強いので、はい、あの燻製マヨネーズの燻製マヨネーズを入れて挟んだところ、はい、多かったんですよ。でこれがねあの第1弾で大好評で、はい、あそれもじゃあ関根さんプロデュースそうですで、はい、でそれが第1弾だったんですよ、はい、で第2弾がちょっと口を滑らしちゃったんですね、はい、落語にちょっと興味あるなっつってそしたら早速動いて、はい、長家老桃子さん桃花さんっていうね、はい、今もう大足でも落とすような勢いの、飛ぶ鳥どころじゃない長家の桃花師匠にあの、はい、オファーしてあのそう僕はですね、はい、あの弟子として、ねまあ、仮のね、はい、企画の弟子としてね、はい、で名前もいただきまして冠婚亭金太っていう名前で冠婚金が入ってるんですよ冠婚亭金太っていう、ねはい、名前でで落語を挑戦するってことでで、まあ、今あの師匠がやった落語の映像をいただきまして、はい、あの書き起こしてはいはい、覚えてるところなんですけどもね、まあ覚えるって大変ですけども、はいまあ、なんとか覚えようとプロだから、はい、で上下とかねで落語小さい時から見てるから、はいはい、あれ親しんでるから、はい、なんとかできそうなんだけど、はい、基本的なこと忘れてたんですよ、うん、20分間正座してなきゃいけないんですよ。あそうですよね、はい、これその正座どうしようかなと思ってしびれたら喋れないですからねそうですよね。まあ、こういう講演もやるんですけども、はい、もう一段階こうちょっとレベルを上げるためにね、日本の伝統 その落語に挑戦するってことも今勉強中なんですよ。あじゃあそれもいずれどこかで そう、まあ、発表する可能性もあるということで、そういうふうにねでもね葉っぱかけられるっていうのは嬉しいですね。だって自分から落語やろうなんて思わないですからね。そうですね。ね、でそういう企画がなければ、はい、師匠には話できないじゃないですか。はい、いきなり僕が行ってね、長家老桃花さんのとこ行って、すいませんあの落語教えていただけますかと、いやちょっと待ってくださいとなっちゃうから、まあこれ企画の中でということでね。はい、だから今はね設定を大きくしました。はい、目指せ大村コーン。大村コーンさん93ですよ。オルガミシーの CM の時から止まってますよね。そうですね。大して違わないですよ。全然違わないですよ。名前は僕中村にして大中小の中村根治にする次って書いてある中村根治ということで93まで頑張りたいと思います。で8月17日土曜日からですね私のファンクラブで先行販売が始まりまして9月7日土曜日から一般販売が始まります。詳しくは全英企画さんのホームページをご覧ください、うん、ということでございまして関根勤芸能生活50周年記念トークライブ2024ある意味怖い絶対配信できないここだけの話という、うん、ちょっとここ皆さんお聞き逃ししていただきたくないところですよ。配信しないんです。あでも来ないとってことですか。配信しないってことはどういうことか分かりますか。好き放題、
ひどい話ができるってことなんですよ。だから本当に秘密クラブってことなんですよね。お時間ありましたらぜひお越しください。よろしくお願いいたします。